後半頭から花戸が来ますね。花戸はネマニャコイッチと変わりそうですね。ボールを持った時、攻撃の時に 4-3-3 の方がやりたい形が出たというふうに話していました。佐藤から右サイド、若さが折り返す、井上のシュート、バーの上。これで6試合連続の先発です。井上、いいパス回しから、逆サイドに展開して一つ形を作りましたね、はい。前半とは明らかに違いますね。奈良は花と梶川、渡辺光太から花とスルーが入る。佐藤、こぼれたボール、若さが来た。立て続けに2本シュートを打たれましたね、はい。関節フリックです。ずらして佐藤のシュート、関節フリーキックだったので、はい、ワンタッチ入れて、ギリギリのところでしたね、キーパーがバウンドするようなボールでしたね、はい。入るか入らないかっていうシュートでした、はい。読んでいた花戸、キーパーと一対一になる。花戸のシュート、追いつきました。パスをカットしてキーパーと1対1。最後は落ち着いてゴールに流し込んでいきました。ディフェンスラインの回しから、カットされて1対1、はい、冷静に切れましたね。ここで永田が投入されます。移籍後初出場です。奈良はグラウンダーのクロス、バウデルソン、決定的でしたね。右足のインサイドで合わせていきました、冒頭でご紹介し忘れましたけれども、 J1 天皇杯を含めてここまでヴェルディの6勝3分けというこの両者の対戦ですが、新潟はここまでヴェルディ相手に勝利がありませんでした。1対1で試合が今終了しました。